1> 1年年がが終わり1年が始まるこの時期にポール・マッカートニーが全ての楽器・ボーカルを自分一人でやった「マッカートニー3」という最新アルバムを世界同時に発売したっていうこれもですね2020年の年末そして2021年の新年の思い出の目次になることも決定的ですよ。 このアルバムを聞き込んで私なりにインプレッションつまり自分はこう味わったっていうのを言語化して提示することによってもしかしたらあなたの味わい方が少しでも深まるようであればこんなに嬉しいことはないと思い提示していこうと思っております今回はアルバム2曲目の Find My Way まず私が音だけで集中して聞いて取ったメモを読み上げます タンバリン伸びやかなギターアコギのストロークファルセットこれ裏声って意味ですけどでブレイクのエクストリームなまでの低音ブリブリ言わせているニューの「OnMyWayToWork」ニュ w っていうアルバムの「OnMyWayToWork」でですね時々今までの曲調と全然違う天の雷ちというかですね でっかいでっかいおもりがモンティ・パイソンとかでも時々天からズーンと降ってくるようなそういう音があったりするんですよそれみたいな部分もあるっていうんでニューの「オン・マイ・ウェイ・トゥ・ワーク」ってメモもしてますでいろんな音色のリードギターが楽しめるもちろん多重コーラスもフェイクエンディングはまさにビートルズ一旦終わったかなと見せかけてまた始まるっていうそういうフェイクエンディングっていう手法ビートルズはたまにやるんですよ だからあやっぱりビートルズの人なんだなポールはっていうそういう感じですよねフェイクエンディングの例としては「ストロベリーフィールズ・フォエバーハロー・グッド・バイ」そして「フリー・アズ・ア・バード」も「あービートルズ」だなと思いましたねこれがフェイクエンディングですフェイクエンディングはまさにビートルズとで低音の質まさにクラブ仕様とクラブミュージックっていうのが90年代から台頭し始めた時にですね 低音は音量レベルを競い合うんじゃなく低音の質というものを競い合う時代に入ったっていうのをですね細野晴臣さんあたりが何かの談話で語り始めたんですよねそれはまさに「スイングスロー」なんていう細野晴臣さんのアルバムなんかでも提示されてましたつまりもっとね空気の振動になってプーンっていう。 そういう感じなんですよねそれがクラブカルチャー以降の低音なんですまさにそれがこの曲でも楽しめるとそしてとんでもない自由さ現役感そこがポールいつもすごいんですけど現役バリバリのロック最前線をやって提示して見せるんですよねだからとんでもない自由さ現役感はケイオスのシークレットトラックバリ ケイオスクリエーション・イン・ザ・バックヤードっていうアルバムがあってそれの最後にシークレットトラックで曲名クレジットされてないそれがですねポールが一人で全部の楽器やった3つの種類の歌詞のないインストがエディットでつながって提示されてるんですけど気兼ねしないで全部自分一人で満足いくまでできるっていう。 そういういいにポールを置いたらこんなな圧倒的な自由さですごいいことになるんだっていうそれを感じたんんででメモしてるんですねそれはこのアルバム通して全曲に言えることでだからこのアルバムすごいなと思って賞味法を提示しようと思った次第です。で全部聞き通してから今度は歌詞を見ながらですね新たに2回目のメモも追加したんですけれどもこれねミドルの部分でですねまさに今のコロナ状況 に対すするメッセージだと思うんですよね君は過去にこんなこと決してなかったよねとどんなことかって言ったら今日のようなこんな日々を恐れたりすることなど決してなかったよねとでも今や君はいろんな心配事や恐れでもう押しつぶされそうになってると君を助けさせて君のガイドを務めさせて君を助けることができるよ何を助けるかって言ったら君の 中ににあるる大きな愛に到達させることができるるよって言ってて言んですよ本当にこのロックダウンの最中に世界人類が未曾有の体験をしている中ポールなりに聴く人へのメッセージを込めたそういうコンセプトのアルバムなんだなってそれも感動したんですよね。ということでこのマッカートニー3の2曲目「Find My Way」の私なりのインプレッション賞味法でございました。